お疲れ様です。速課事故の久保でございます、えー。今回はですね、個人事業主の方のリスクを下げるためのメッセージになります。えー、個人事業主の方っていうのは、何かね、病気とか怪我で、長期の入院など、まあそういった業務に普段入れませんよっていう時に、収入がいきなりゼロになっちゃうじゃないですか。まあこういうことを避けるためにね、なんかね、保険があるそうなんですよ。えー、それがですね、えー、就業不能保険ってやつですね。 アクサダイレクトなどの民間の保険会社に相談していただければ、割とね、安い価格でこれに入ることができます。で、私は個人事業主ではなくて、法人の会社員なんですよね。会社員の中でも、まあ、代表という取締役という形でね、役員をやってるっていうことになりますけども、まあ、言うまでもなく、今は社員がいませんのでね。 まあ今後、公用する予定がないでもないんですけども、一応今のところは一人でほとんど活動がない状態になっています。まあ、ですんで、この健康保険の中の制度がいろいろ使えるんで、その中に、傷、えー、病手当金ってのもありましてね、もし私が長期の休暇を病気などで取らなくてはいけない場合、これを使うことができるんですよ。 まあですので、給料の3分の2ぐらいは担保されてるのかなっていうところがあります。その代わり、毎月の保険料は結構高いです。もうね、す、さまじいですよ。あの、誰かの人件費を毎月毎月払ってるのかぐらいの支出があります。労使折半って言いますけども、まあ、経営者と社員を同時にやってますんで、まあ、一人で全部払ってるような形になりますよね。で、それに比較すると、この、個人事業主の方が、 まあ、いわゆるね、先ほどお話した就業不能保険に入る金額ってのはものすごく軽いです。ですんで、詳しくは保険会社さんに問い合わせていただいて、えー、まあ、どんなパターンで入れるのかなってことをね、すり合わせていただければと思いますけども、まあね、えー、法人の代表者、一人法人の一人社長が支払っている健康保険料に比べると、社会保険料に比べると、本当に、えー、取り組みやすい金額になってますね。まあ、それで、えー、 個人事業主の方があ、急遽休まなくてはいけないときね。しかも、長期になってしまう。3ヶ月とか半年みたいなね、長期の入院のときには、これが有効なんですよ。まあ、場合によっては1年以上出てる例もありますんで、まあ、1年以上ね、仕事を休んでも、給料の3分の2が入ってくるということになると、かなり助かるんじゃないかなと思いますので、この就業不能保険っていうのは、入っておくことをまずお勧めします。で、法人で一人邪症をされてる方っていうのは、 この社会保険をね、十分使っていただければ、厚生年金の方もね、そのまま入れますんで、すごく有効なんじゃないかなと思います。毎月の掛け金,金がむちゃくちゃ高いだけです、うん。だからね、どっちにするのか悩むところがありますけども、やっぱりね、一人で、まあ、独立されてるフリーランスの方も、やっぱり法人は立てた方がいいんじゃないかなと思いますね。いろんな意味でね。法人作って でその法人に自分が就職しているって形にするといろんな恩恵が受けれるのかなとまあその代わり維持費は高いですけどねやっぱりね、うん、だからどっちが一方的に得ってことはないんですけどもねで、えー、ここまでが動画の一つのね趣旨ですけどももう一つあるんですよ今回の動画を撮った理由としてはねそれはじゃあその就業不能保険も入っていないでフリーランスで働いている、ね、でお金の余裕もないと。 そんな私が急に長期入院するようなね、病気や怪我に見舞われてしまいましたって。こういうケース、もうどうしようもないんでしょうかと。ね、個人事業主だから仕事を休めば収入がもうね、すぐなくなっちゃうと。十分な貯蓄もありませんよ。頼れる人もありませんよと。どっからか借金をして入院するんですかと。ね、それから休んでる間にお客さんも離れてしまうかもしれないと。非常に暗くなっちゃう。どうすればいいんですかっていう時に、一発逆転というかね、えー、きちんと 解決策は、まあ、あるわけなんですよ。まあ、これは、誰もが成功するわけではないんですけども、クラウドファンディングっていうやつですよね。これが、まず一つ私は思いつきます。まあ、クラウドファンディングの作り方っていうのは、様々あるんですけども、例えば今回ね、私は、個人事業主なんだけども、まあ、すいません、ちょっとこれからしばらく入院してね、仕事ができなくなっちゃいます。で、収入がずっとゼロになっちゃうんですよ、と。その代わり、その入院を終えて、復活した暁には、さらに今まで以上に、 世のため、人のためにやっていきたいと思いますので、ここで、入院中のクラウドファンディングをやっていこうと思う。っていうふうな感じでね。入院中もたまにクラウドファンディングに呼びかけるような発信をすることをね。まあ、前提にクラウドファンディングを、キャンプファイヤーなどのサイトを使って設立してね。で、どんな目的で、どんなことをやるのか。また、クラウドファンディングにお金を出してくださった方に、どんな見返りを、将来ね。 お返しできるのかってこともいろいろ考えてやったらいいと思うんですよ。うん、まあその中には何の見返りも出せないんですけども、でも私の復活が見たいでしょ私の復活を支えてくださいみたいなね。まあそんなあクラウドファンディングを実施される方だけにメリットがあるようなものもあって、まあ応援型ってやつですよね。うん、なんかメリットなんていらないから早く復活してねみたいなね。まあそういった形もあると思いますし、うん、その他ね、あのクラウドファンディングをやって、 まあ、お金をね、協力してくださった方には、私の方からあー、こんなサービスをお返ししますよって形で、原価のかからないサービスをね、例えば占いですとか、手相ですとか、生命鑑定とかね、まあそういったものをお返しするみたいなこともあるのかなと思いますし、何らかの、 動画コンテンツを作って納品するっていう形もあると思いますしね。だからこう無料コンサルを1年間お付けしますよっていうのもあるかもしれませんしね。そういったあ元気になったあすぎにはこういうことをやりますよっていうのもあると思います。またですね、あの、ご自身の怪我ですとか病気ってものを、何、まあ、て言いますかね、感理するまでレポートするみたいなね。まあ、そんなこともできるんじゃないかなと思うんですよ。実際に どんな入院生活になったのかそこで出会った人とかそれから医師に対してどういう風に感じていたのかとかねどこどこ病院はどんな感じだったみたいなちょっとねあのシークレットな裏情報みたいなのもあるかもしれませんしまたですね入院中に、えー、一つのね作品小説などをね書き上げていってそれをプレゼントするみたいなこともあるのかもしれませんしまあここは本当それぞれの能力と経験に応じたアイディア次第なのかなと思いますよね。 まあ、クラウドファンディングっていうのもあるんじゃないかなと思いますんで、そちらの方もね、ちょっと考えていただければと思います。はい。ということで、今回はですね、テーマは2つでございます。フリーランスの方が長期の、えー、お休みになってしまった時、それをリスクヘッジするために、えー、就業不能保険っていうのに、やっぱりね、フリーランスの方は軒並み入っていた方がいいですよ、と。みんなですよ。で、そうじゃなかったら、あ個人事業主といえども、法人なりをしてね、えー、やっぱりそこの恩恵を 受けるように、毎月の社会保険のコストをね、払っていくってこともあると思います。で、何もできなかったら、もう、クラウドファウンディングで、えー、人生のね、生活のリスクヘッジをするために、協力を呼びかけるってことになります。このクラウドファウンディングにつきましてはね、日々媒体を育って,ていなければ、なかなか厳しいところがありますけども、やっぱりキャンプファイヤーに丸投げしても、キャンプファイヤーが宣伝活動してくれるわけではないですからね。まあ、ですねで、あくまでもキャンプファイヤーでこんなクラウドファンディングやってますよ。 っていう風に知らせるのは自分の力であったり自分の周りにいる人のご協力なのかなっていうところでございます。はい今回の動画は以上です。よろしくお願いします。